熊谷実歩は日本放送 CP 局アナウンス室所属のアナウンサー。秋田県秋田市出身。秋田県立秋田高等学校卒業。高校時代は吹奏楽部に所属し、地元放送局の番組出演時からアナウンサーやラジオパーソナリティを目指していると主張していた。早稲田大学文化放送学部に進学し、放送研究会に所属していた。また、 地元の秋田で第30代 JA 全農秋田のキャンペーンガールミスフレッシュ秋田として東京で地元秋田産農作物 PR の活動をしていた。またアナウンススクールとしてテレビ朝日アスクに通っていた。2019年3月同大卒業後の同年4月アナウンサーとして日本放送の子会社であるミックスゾーンに入社し出向扱いで日本放送に所属。 同期は同じく同社所属、同局出向所属の前島かのん。また、東京で高校、同じアナウンススクールの先輩に所属会社、同局のアナウンサーである、新行一課がいる。同年4月28日、日本放送ザ・ラジオパークイン・日比谷の最終ステージ、ありがとう。ラジオパーク、日本放送番組祭り、の終盤に前島と共に、リスナーへ、お披露目。 研修期間を経て、同局の開局記念日にあたる、7月15日、日本放送開局65周年、記念特別番組、あなたとロックゴーの第4部、日本放送ヒストリー2010年代編、そして未来への18時代パートの横浜高島屋からの生中継にして初泣きデビューした。同年9月から、草の道よゆぐれワンダー4のお天気ワンダー4にて、 レギュラーデビューを果たし、以後、各番組での中継リポートメインで番組に出演し、現在はバラエティ番組のアシスタントを担当。ありがとうございます。